白雲の章、古月の節、戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、前回の続きからやっていきたいと思います。もうなかなか全然給料上がらんわ。一定の地位まで来たのかな。アドラステア帝国がこのような暴挙に出るとは、実に由々しき事態です。エーデルガルトの邪神を見抜けなかったのは痛恨の失態でした。彼女の目的は何でしょう。言わずもがな、フォドラ全土の征服だろう。そのために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母まで怪我したのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。神託を持って名付けられたアドラステアが女神にアダナスなど断じて許されません。急ぎ帝国の動きを止める手立てを。戻りました、レアさん。シャミア、ご苦労でした。帝国の動きはつかめましたか。帝国の本軍はガルグマクを目指して進軍中です。途中エーデルガルトの軍と合流し、あと2週ほどで到達するかと。わずか2週間、いくらなんでも早すぎる。それでは防備を固めるので精一杯ではないか。すぐに近隣の村々に通達を。ガルグマクの住民にも避難を命じよう。はっ。お聞きなさい、敵がこの大修道院まで攻め寄せれば、私も戦場に立たざるを得ないでしょう。私に万一のことがあれば、その時はあなたに工事を託します。工事とは。あなたはもう自分が何者なのか気づき始めているはず。いえ、記憶を取り戻しつつあると言った方が適切でしょうか。もともと私はあなたの代理に過ぎぬ存在。あなたがフォドラの民を導くのです。レア、全て打ち明けてくれ、頼む。 あの者は神祖なのか。あの者は彼女の器、体の内に神祖の力を宿したもの。やがて器は力と一つになり、彼女が、神祖が地上へと戻られる。やはり君は禁忌を。だが後戻りはできないか。あなたにもあの子を。いいえ、彼女を助けてほしい。神祖が再び地上を滑るその瞬間を私は待ち望んでいるのです。やはり私にはできない、禁忌を犯すことなど。お兄様、私はあの方を信じます。たとえ何であろうとお助けしたいのです。フレン、聞いていたのか。そうだな、お前の命の恩人だった。それに我らの同胞かもしれないものを見捨てることはできないか。感謝します、セテス、フレン。神祖に連なる者としてその使命を共に果たしましょう。あれ、3月17日になってる、すでに。また音楽が変わっている。
21と28がなんか、まあ、また魔獣がいるのかね。あ、そうか、2週間後って言ってたから、ちょうど17日から2週間後の31日に、まあ、課題というか帝国軍が攻め込んでくるというわけか。じゃあ散策しますか。こういう時でもね、やっぱりリラックスしとかないと。てかエーデルガルトちゃん学級がどうなってんだ。イベントがちょっとあるね。ディミトリー・メルセデス、マリアンヌちゃんはあれだよね、クロードのとこだよね。クロード、レオニー、あれドロテアってエーデルガルト学級じゃなかったっけ。あれ どうなってるっけ。誰がどの学級か、もう自分の学級以外わかんねえかんな。カスパル、リシティアってどこだっけ。まあいいや、とりあえずセテスのところにクエストがあるんで行きましょう。え、あ、どこ、こっちか。ガルグマクは絶対に守りきらねばならん。聖母を汚されたことは屈辱の極みだ。二度目を許すなどあってはならない。君も大司教から次を託されたのだ、それにしっかりと答えてほしい。クエスト受注。君に頼みがあるのだが。帝国軍の陣容について情報を集めているが、未だに不明な点が多い。どんな情報でも構わない、君の方でも調べてもらえると助かる。セイロ軍の帝国軍の陣容について情報を集めよう。セイロス騎士であれば情報を持っている者もいるだろうか。受ける。で、どこ？あ、いた。上か。あの、不覚だったよ。帝国軍の侵入を許すとはね。エーデルガルトは最初からこうするつもりで兵をガルグマクに集めていたのだろう。兵を商人や巡礼者に偽装し、怪しまれないよう少しずつ。随分と用意周到なことだ。迎え撃つには骨が折れそうだな。そういうことか。え、1個獲得しましたって。1個だけじゃないの。あ、でももうなんか終わりマークがついてる。どっちだっけ。あれ、ちげえ。よくやってくれた。確かに最近人の出入りが多くなっていった。帝国軍のものを捕獲できればさらなる情報を得られるかもしれない。で、またあの像のところに行こう。溜まってるかな、名声値。あれ、ディミトリーがここにいる。必ず殺す。待っていてください。あの女の首は必ず。ちょっとそっとしておこう、こいつは。あ、マリアンヌちゃん。理想のために世界の半分を敵に回す、そんなことができる人に勝てるでしょうか。私は逃げてばかりいましたから。仲間がいるから大丈夫だよ。はい、頼もしい仲間や先生がいればきっと勝てますよね。あれ、これそういやさ、あのエーテルガルトちゃん階段協力してたの、の学級の生徒をスカウトしてたらどうなんの。ドロテアってエーテルガルトじゃなかったっけ。後で話しに行こう。1000ポイント。槍か斧か剣か弓か。剣だな。これでいいか。ポイントがなくなった。よし、終わったぞ。また来てくれ。行動力は7。じゃあまた。
いつもの本質行って回収して飯食ってみたいな。バラとか手に入れたな。もういいや、下のやつ順々にやっていこう。あ、てかもう一個いける。あ、もう無理だ、ちょっと預けちゃった。カレドニスの土を盛る。はい、じゃあまた来月とかどうなるのかよくわかんないけど、食堂行ってで料理長から、お、天下無双グリル力プラス1、これはいいな。お菓子、あ、これあれか。そうね、食材があれば作れるっていうやつか。料理だから。あら、でもう今日のメニューでいっか。メルセデスちゃんとアネットちゃん、ちょ、ここはいつものだから。えっと、えなんかちょっと微妙な反応じゃなかった、飛ばしちゃったけど。さてそこからちょっと市場を見てみよう。のこっち、いらっしゃいませ。この錬成石を結構使いそうな感じがするんだよね。いろいろ修理したり。こちらでよろしいですね。46個。買っても4600円か。ありがとうございます。99個しか持ってないんだね。またどうぞ。お、いらっしゃい。で、獣肉、鶏肉。ここは、まあ、贈り物系だもんね。また来てくれ。さてそこから、あ、これ前回確か訓練場の戦闘やってなかった気がするな。武闘大会今回やりだっけ。シルバーにするかディミトリーにするか、どっちかっていうとなんかディミトリーの方が良さそうだな。ソシアルナイト、次は誰だ。体力は高いからな。3、余裕だね。次は誰だ。どんどん行こう。てか、なんで相手に負けられないからな。馬乗ってんだけど。だけ地上戦か、負けられないからな。最後ペガサスナイトか、うん、待って倒せんね、余裕だったな。負けられないからな。銀槍、これでもまだ中級なんだ。カトリーヌちゃん、前節ののんきな自分をぶっ殺してやりたいよ。遠征がエーデルガルトで新皇帝だ、それも帝国全軍を支配下に置いてガルグマクに攻め寄せるなんてね。レア様のためにも絶対に返り討ちにする。しなきゃならんさ。教員研修はいいや。ちょっと毎回誰だっけ、あれどこにいるんだ。礼拝堂にいるのか。メルセデスちゃん、贈り物しておこう。1ヶ月に1回贈り物をする。本当に戦うしかないのかしら。エーデルガルトはどうしてこんな。先生、大丈夫よ、きっと女神様が守ってくださるわ。贈り物、アネモネ、
グレードさん。ありがとう。通過。これもう一個あげられんの？ユリとかも。ありがとう。え、めちゃくちゃあげられんじゃん。ありがとう。これどんだけあげられんの？ひまわり。ありがとう。まあ、こんなところかな。落とし物ってなんかある？全然違うな。ここら辺は絶対違うよね。多すぎてわかんねえ。わかんねえから、いいや。なんか怒ってたな。拾っとこう。あれ？歌歌えなくね？あ、こっちか。合唱祭。マネの先生あげとくか。あとはアッシュ一応ちょっとあげとく。やる気上がるよね。あれ上がった今やる気。待ちたまえ。待ちたまえとか言ってきた。片付けが苦手。落ち着け。不満のようです。昔から算術が苦手。得意な人に教えおこう。この大衆の院にはお化けが出るとか出ないとか。夜は出歩かない方がいい。不満のようです。わかんねえ。別に下がってるわけじゃないよねこれ。あとはじゃあまた教員指導でも受けますか。どっちがどっちだっけ。んここアロイス騎士団長セテス医務室マヌヘラ先生がいない。ハンネマン。聖母には多くの紋章石があったそうだな。それを帝国軍が奪ったと。そんな場所に紋章石が秘蔵されていたなど我が輩は初耳だが、それより気になるのは帝国軍の狙いだ。なぜ彼らは紋章石を欲したのだ。今年は紋章石に関わる出来事も多かった。湖南島や礼拝堂の一件がそれだ。貴族崩れの族や礼拝堂に囚われた生徒は紋章石の力で魔獣となった。あ、まさか狙いはそれか。彼らは紋章石を使って自ら魔獣を生み出そうと。なるほど、研修系を。これいや、これさ1回しか受けられないからさ、何ヶ月さ受ければいいの。彼らはレア様って何を教えてくれるんだっけ。教えをこう。どうですか、帝国軍が迫る中あなたと落ち着いて話すことすらできないのがもどかしい。ですがあなたには主の加護があります。どうか主の声に耳を傾けてみてください。きっと何も聞こえないとか。主の声があなたに届けば。あ、結構いろいろ研修できるね。基本値プラス20。そうか、経験値21。少な。あと1回。あ、なんかある、ここ。ちょっと待って、いけねえ。あ、あれか、評価上がったから話したがっている系かな。すみません、どっちだ。あ、どこ、あれなんか先生、アッシュか。アッシュが話したがっている。あ、先生ちょうどよかった。
いつかの泥棒さんの話し、なんだっけそれ、知らん。ほら街で出くわしたじゃん。あの後僕は泥棒さん、ああ捕まえたけどお金を払ってもらえなかった。はい、払ってもらわなかったって言っだから実を言う、僕あの人を高く売れそうだったから子供が病気になったみたいで。なるほど、騙されてるぞお前は。そう、もし本当に人の命、実を言うと泥棒してたの。はい、僕の親は病気で死んで、頑張って頑張って働いて、それで弟たちの喜ぶ顔を見たら、うん、想像はできないな。本当にこうで、僕が9つ貴重そうなものはたくさんあったけど、それがルーグとかっこいいから盗んだで本を盗む、その領主すけど、ロナート様ったら字が読めないって言ったら、弟たちその真似事じゃ、僕が悪事を働いてきた。だから出費はちょっと痛かった。それは自己満だ。先生、僕が少しお金を払って世界中の貧しい人たち、だからって先生、そんなもの自分で考えろ。ってか B になってんな。あと1回、もう1回食堂行く。てかさ、これ食堂ってさ2回料理作れる。あ、終了してるわ。オーダーメニューはできるんだ。じゃああれいないんだけど。やる気がある人は出てこないのかな。メニュー結構いっぱいあるな。好きな人の人物の例、あ、ここでいけないか。あ、メルセデスはもうやってるからダメなのか。ちょっと行動力が結構多いからな。釣りするっていうのもありだけどね。あ、カトリーヌ先生に教えを請うか。それレアさ剣、よし、じゃあ探索終えましょう。指導か、もう任せでいいや。ちょっと聞いていいか。あんたの生徒で私にしょっちゅう勝負を挑んでくるのがいる。まだまだ実力不足、勝負の中でそれを伝えてほしい。分かった気がする。25か、一応普通に授業やるんだね。シャミアの誕生日か、花を送ってあげよう。感謝する。シャミアとか花喜ぶの。私ええ、てかイングリッドちゃんさ、なるほど、斧を鍛えなきゃいけなかったんだよね。こうして扱うのですね。だんだんと。シェイバー。さて28日どうしようか。なんかな、魔獣と戦うって言ってもね、賊の討伐か。なんか休養でいいような気がするんだけどな。休養取って、でそのまま次回。いきますか。まあそんなわけで、じゃあ次はいわゆる3月の課題のところからやっていきたいと思います。